はい、皆さんこんにちは、こんばんは、リブでございます。この動画は、はい、注意喚起です。まあ、なんで注意喚起かっていうと、まずもうテンションキメえの、本当にキモいの。ね、クリスマスイブにですね、片手にお酒と片手にビールで、そして皆様ありきの私、そして私のテンションなんで、まあ、今回はもう誰も全部許してくれるよっていう人だけ見てください。本当にやばいんで、全部私の全てを受け入れてくれるよっていう人だけ見ていただければとても嬉しいな動画ですございます。はい。でね、後にね、私のパジャマがね出てくるんだけど、いやっていうか YouTube をパジャマで撮るなって話なんだけども、まあ、本当にね、これ本当にもう深夜テンション、もう女子会、いや、なんなら不女子会みたいな、もうそういうテンションで撮ってるので、まあ、当時の私はそんなこと一切気にしてねえ。だってよ、だって皆様にいい作品を届けるための一心で撮ってるからさ、もうそんな見た目は気にしてねえ。ごめん、気にしなきゃいけないんだけど、まあそんぐらい、不吉っちょなんでね、まあ申し訳ねえってことで。で、そしてね、ごめん、これに関しては完全言い訳になってしまうんですけども、まあ、深夜に撮り始めたばっかりに、まあ、だんだん眠くなっていってるわけですね。で、最初はいいよ。最初はね、アドレナリンとかあるから、めちゃめちゃこう、もうめちゃめちゃ話してるんだけど、徐々にね、言葉数が少なくなって説明力というか、説明の文章量というか、すごいね、差が出てきてる気がするんです。だがしかし、もう全部いいから、マジで。全部いいから、本当に。本当に全部いいから。ね、この作品の、文章っていうか、文字数足んねえじゃねえかって思うかもしんないんだけど、いやもう全部いいから、本当に全部いいから、これはマジこの、ね、今から紹介するもう漫画全部読んでいい。買って読んでくださいっていうぐらい、もう本当にいいから、本当に。まあ、それだけね、保証というか保険をかけていいぐらい、見てほしいね。いや、かけなくてもいいけど。いや、まあ一応かけといて、私の深夜テンションがね、皆様が受け入れてくれるかわかんないから、まあ一応かけといてほしいなって思うんだけど、まあ、ということでこんなね、なかなかなりますので、では、スタートです。おいし。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、これはリクエストいただいた動画です。リクエスト動画です。なんかすごい YouTuber っぽいね。うん、リクエスト動画ですなんてね。はい、ということで、ね、今回ね、何のリクエストかっていうと、私が今までずっとやりたかった、題して、2023年で買った BL 漫画のおすすめをトップ10で紹介していきたいと思います。なんですけど、トップ10と言いながらも、ランクはつけれん。ごめん。ランクはつけれんわ。無理だよね。だってさ、全部好きな作品なわけ。で、今回紹介するのは、まあもちろんね、有名作家さんもいらっしゃるし、新連載みたいな方もいらっしゃるし、まあ、結構ね、私の性癖で選んでるから、ここ大事。うん。私の性癖で選んでるから、割と全体的にエロめの方が多いんだけども、今回はですね、初心者でもね、読めるよっていう漫画を、BL 初心者のお友持ちが今いらっしゃるので、その方に5段階評価でつけてもらいます。で、私はもう本当にエロさバグってるから、物が出てたとしても、別にこれ平気じゃないみたいな感じになってしまっているので、BL ね、普段読まない彼女にパラパラと見てもらって、これはどうだという5段階評価でしてもらいます。あとね、私、BL を、買うにあたって、めちゃめちゃなんか大事にしてるものがあって、何を大事にしてんだよって感じなんだけど、BL のモザイクの種類を、ね、種類って大事だと思う。ちょっと待って、カメラアングル変えよう。なんか、私の熱量が伝わらんわ。声でも十分伝わってると思うんだけど。ちょっとアングル変えまーす。はい。アングル変えました。このアングルめっちゃ初じゃない？見たことないよね、こんなアングル。もう私のちょっとこのテンションがね、伝わるか、声だけじゃね、伝わらん気がするんよ。で、こう、テンでも表していくから、表情もすんごいね、すんごい変顔になってると思うんだけど、まあ、ごめんね、カラスので。ごめん、すんごい不女子感満載だよね。わかる？かといって、配給の同人誌は読んでません。で、なんでこんなテンション高いかというと、ちょっとね、美味しいね、お酒を飲んでいるの。なんて言ったで、今日は12月24、クリスマスイブ。テンションが高いよ。はい、ということで、10選。ごめん、11選かも。やば。紹介していきたいなと
思います。だから、まず紹介して、で、その後に、まあ、一通りの私の個人的な感想を言って、お友持ちにエロ度を評価してもらい、モザイクの種類だ。そうだ、そうだ、さっきその話してたんで、モザイクの種類がマジでいろいろあるの。で、私が一番好きなモザイクの種類は、ぐちゃぐちゃか細めの糊なのね。細めの刻み糊なんよ。まあ、そんなんで、まあ、そこのね、さすがに BL、まあ、そんな人の BL の、BL というか漫画紹介、そこまで人の見ないんだけど、さすがに BL を紹介してる方に、モザイクの種類まで紹介してる人はいないんじゃないかっていう、個人的にパッて思ったので、ね、先にしてる方がいらっしゃったら本当にすみませんって感じなんですけども、まあ、BL を買うにあたって、モザイクの種類はとてもとても大きく、こう、左右されると思うので、そちらも、プラスして、お伝えできたらなと思います。ということで、ボン！はい、まず記念すべき第一作目はこちらです。じゃじゃん！芹沢智先生のホワイトライアーでございます。こちらはですね、本当に、ここ最近一番沼った作品。これ先に言った方がいいから、後に言った方がいいな。逆にいいんじゃない？いいよね、うん。そんぐらい熱量があるもんね。まあ、全部あるんだけども。まあ、これは本当に沼った。これね、発売してからめちゃめちゃもう、どこ、各地、どこ行ってももう、販売、なくなっちゃった。在庫なくなっちゃった作品、もう、紙作品なんですけども、これはね、久々にこう、沼ってね、これを知って、初めて BL の CD に手を出しました。っていう。そうだよ。この、しかもこれのすごいところが、単行本と同じ日に BL の CD も出してんの。普通は、その BL のこの単行本出して、2、3冊出して、それでめちゃめちゃ反響が良かったら BL CD に展開されるのね。他のやつもそうだよね。うん、そう。なんだけど、これは発売当初から、CD も売られてんのよ。で、その CD もね、小冊子付きっていうのがあって、まあそりゃね、ちょっとよねー。で、めっちゃ声いいの。めっちゃ声いいよ。取れない。取れない。どうしてこれです。これね。これ。これを買ってしまったんだけども。これがタイガー。これがケイなんだけど、ケイが、タマラアツシさん。タイガが、笠間淳さんがやってるんだけども、本当にいいの。うんうん。まあ、後で聞かせます。で、この関係性はね、ケイが年上、タイガが年下。で、ケイはフリー美容師。タイガは、今をときめく若手、大型新人俳優かな？なわけですよ。で、やっぱりね、やっぱりさ、美容師だからちょっとチャラめな風、見た目をしてるんよ。で、ケイのね、沼る場所は、私ケイ推しなんだけど、沼る場所は、まず年上だからね、なんていうかな。まずその、面倒見がいい。面倒見が良くって、これも食べなーみたいな感じのシーンがあるんですけど、焼肉。これも食べてーみたいな。面倒見がいいのと、あと、美容師だから、まあ、チャラいんだけど、チャラさが出てるんだけど、悪い男に引っかかるの。よく。今日読んだよね。うん、そう。読ませた、私。で、これ、電子も買ったの、私。ね。で、悪い男に引っかかって、俺はもう、恋愛が当分いいかなーって言ってるような男なの。いや、もうその時点でちょっとね、沼なわけ。なんかさ、わかる？普通に少女漫画でもさ、めちゃめちゃチャラ男がさ、チャラ男だった、遊んでたやつがさ、いろいろもう一周回って落ち着く男いるじゃん。わかる？いや、それいよりだよ。運命の人に出会う話というね、相馬いよりっていう子がいるんですけど、まあ、その子みたいな感じで、もそれが沼なんです。で、これはね、なんか、この関係性を言ってしまうと、本当にネタバレになってしまうので、一言で言う、これはもう純粋、純愛。あ、そうだわ。でしょ？ました。純愛、純愛だよ。乙骨です。出た。乙骨です。本当に純愛。もう天然水かっていうぐらい、もう、ピュアピュアの話だよね。うん。結構最後の方、最後じゃないかな。うん。どこだったか忘れたけど、読んでたら、はぁーってなるよね。なるよね。わかるー。そう、なるの。これは、
初心者の方も全然読めるよね、うん、普通にもうマジナチュラルな純粋純愛な BL 作品だな、これは。じゃあはい、エロ度ちょっと5段階評価で知ってもらいます。エロを表せばいいんでしょう、うん、内容じゃなくて、うん、普通にお友持ちがその描写を見て描写を見て、あーこれエロいなみたいな。でもさ、やっぱりさ、そのシーンがあったとしてもさ、書き方によってさ、だいぶこう受け取り方は違うわけじゃない、うん、まあだからそこをねちょっと判断してほしいなと思います。5段階評価だからね、星5つとか言ってね。6つね、星6つかと思った、びっくり。なんかさっき読んだじゃん、さっきの、うんうん、なんだかあったけど、うん、読んだやつよりは、うん、優しいと思う、うん、うんうん、さっき基準が分かんないな。あ、じゃあ分かった、とりあえず私がドエロいのと、うん、そうでないのと、うん、3つ見せるわ。オッケー。じゃあとりあえずそのエロの基準をお友持ちに教えます。ほら、あーすごい、まあ確かにな、それ5だな、うん、それは5だ、私が読んでも5だと思う。描写が多い、うんうん、そういうね、それマジ可愛かった、それ1だよね、うん、1っていうかもう早0だよ、なんか少女漫画みたいな、うん、だからそらこれの期待するエロは、うん、ここからどういうエロに繋がっていくのかっていうのが気になる。確かに2巻ではありそうだね。じゃあこれが真ん中ねってことでですね、これを 何段評価ですか。あー3かな、今思ったけど。でもじゃあこれ3です。なんか内容の方が多い。多いね、うん、確かに純愛っぽいところの方が多い。多いね、これはマジで読んで損ないな。で初心者もね全然いけるよね、うん、ザ・ BL って感じ、うん、ナチュラルのね、なんか濃い BL ではないじゃないね。あの生かしてるシーンはだって表紙でも分かる、うんうん、エモいよね、うん、生かしてるシーンはまああるっちゃあるんだけど、でもねそれがメインじゃないよね、うん、うんうん、はい、っていうことでした。こちらは、あ、忘れてた、モザイクの種類はですねぐしゃぐしゃタイプです。え、好み？私ぐしゃぐしゃ好き。おー、これぐしゃぐしゃタイプで割とリアルを感じられるモザイクですやばい。はい、次か、これかな、次これです。はい、あ、出たこれは先ほどお友達に読ませた作品です。ネオンサインアンバーという作品で、お下劣田中先生の作品でございます。こちらはね、あの私が普段仲良くさせていただいてる方からおすすめしていただいて購入したんですけども、これはねいろいろ考えさせられるね。よかったよ。で、すごいね、これわかるかな、キラキラしてんの、ほう、ホログラム加工がされててね、めちゃめちゃ綺麗なんです。でですよ、受けがこの子です。さやです。さやくん、チャラ男だよね、うん、あのこんがり焼けてるチャラ男だよね。ちょっとさ平成感のチャラ男だよね。眉毛も短くって、で攻めがこの尾形でございます。でね、このお話の舞台はクラブかな、クラブのお話なんだけども、これはねすっごいリアルだよ。もちろんエロもあるんだけど、エロというより話よね、これ。話の方が濃い。エロも濃いんだけど。ちょっと悲しくなる。うん、悲しくなる。そう、悲しくなるの。これはね、BL 読む人は絶対読んでほしい作品だと思う。あのね、BL のね、あの視点というか、見方が変わるよね。うん。なんでかっていうと、この、尾形がのんけなのね。でもこれ言ってしまうとネタバレか。いや。だってこれ、そうだね。確かに。まあ、尾形がね、のんけなの。で、こっちが受けの子なんだけど、あのね、これは本当に、なんて言うんだろう。マジでリアル。なんか本当にこういう話絶対あるだろうなって感じ。うん、なんか最初から、どっちも男がいけるとかではない。うん。ないないない。そう、なんていうか、BL って大体、のんけだったとしても、なんかわかんない。男に対応能力がありすぎるよね。そうだと思う。だよね。まあでもそれは、それがあってこその BL の良さなんだけど、なんていうか、ファンタジーで捉えられる。だってさ、のんけなのにさ、いきなり男抱けるかっていう話でした。やっぱりね、そこはね、夢だよ。ちょっとやっぱりファンタジーあると思う。
まあそういう人もいると思うよ。ノンケでももう俺はどっちでも行けるんだみたいな感じの人もいると思うんだけど、これはそうじゃなくって、本当に尾形の気持ちの感じと、あとさやの、さやが切ないの。マジ、マジ切ない。私ね、これ読んでるとき、途中、マジさやが切なすぎて、同情しすぎちゃって、同情したよね。ちょっとページマジめぐれんかった。あ、ジェハ吸ってます。ジェハ吸ってます、あいつ。暁のようなジェハの香水吸ってます。そう、だから。なんか切なかった、私は。うん、切ないと思う。え、まあ、一応ね、ハピーエンなんです。うん、いいよ。私も嗅ぐ。振りまけ、振りまけ。ああ、いい匂い。え、でもさ、今日、その香水見てるとき、うん、あ、お茶だって言ってる人いた。お茶？お茶の匂いしなかったけどな。ハグでじゃなくて？うん。そう、だから、ま、これはマジ読んでほしいな。これも一作で完結なので、もう。あ、ん？そうなの？そうよ。一巻で多分完結。だから、本当に手軽で読めると思います。じゃあ、いい感じの。うん、そうだよね。本当にハピエンなんだよ。ハピエン、私はバドエンはそんなに見てない。あ、バドエン一つあるわ。泣くやつ。買ってない。友達に借りたんだけど、心中するまで待っててねっていう作品。バドエンというか、なんか、まあ、ハピエンって言ってしまえばハピエンだし、バドエンと言ってしまえばバドエンみたいな。まあ、てな感じで、ちゃんとね、説明ができたかわかんないんだけど、これもう BL 読む人はもう絶対読んでほしい。こういう BL もあるんだぞっていうのを伝えたいです。これめっちゃいいぜ。でね、この作品結構もうだいぶ前のやつなんでね。初版がね、2017年なのよ。結構前だよね。そう。で、私は2023年3月に、発行された第7誌を購入しました。あ、これはもうマジ読んでほしいな。本当に読んでほしいな。はい、じゃあエロと行きましょう。はい、どうぞ。それはね、はい、うーん、ちゃんと種類も考えてね。モザイクの種類も含めて読んだと思う。これ4、うん、あ、まあまあまあ話の方が多いね、確かに。だけど一つのページめちゃめちゃでかく映ってるよね。そこだけこう。そのページだけ、指定のページだけ5らしいです。確かにね、ここパンチ強いよね。わかんなかったもん。でかすぎてる、ね。確かに。そりゃそうだ。それめっちゃおもろいな。そこだけこう。じわる。でも、あれね、なんかその、エロが無理な人は、うん、基本的には BL 系はきついと思う。まあもちろんね、それはそうだと思う。その話は、うん、内容が濃い。内容いいよね。私なんかちょっとね、やっぱ悲しかった。悲しい。悲しい。さあやん。見てもう何回も。なんかもう。マジ切ないよね。いや、一番切ないのはそこから来て、母変な顔っていうところ。もうさ、だってこんなさあやが一番じゃん。だけどさ、尾形も尾形でさ、悩むじゃん、それ。悩む、そう、悩む。俺は、そう、そう、さや傷つけたって、俺何してるんだろうって、もう、このさや、本当に、私、ガチここでね、泣いた。かわいそうだから。ほんとかわいそう。で、ここからさやのさ、高校時代来るじゃん。いや、なんかそれやばい、それ嫌だったな。マジ、かわいそうだよね。ほんとに、いい意味でリアル。もう本当に、今のっていうか、この BL って私割とファンタジーで捉えてるんだけど、いやもちろん、ね、だって少女漫画でさえファンタジーなわけじゃない。うんうん、だから BL ももちろんファンタジーよ、うん。だけどこれはもう実際このリアルの世界でも絶対ありそうな話だよね。そうだね。うん。てな感じです。あると思う。一番大きいのがなかなかいないけど。そうなんだよ。そんな感じです。これは読んでほしいな。で、モザイクの種類は、刻みのりの極細。指定のね、5って言ったところは、本当に薄くない？そうだね。同人誌見てるみたい。ほんと同人誌。ここのその指定の5はね、マジでね、マジで同人誌だよね。普通にアウト。もういろいろ見えてる。ガチ、これすごいよ。すごい。尊敬。ということで、読んでみてください。もうこれ、11分も撮ってるんだけど、やば。次。じゃあ、ナチュ行こうかな、次。続きまして、こちら。
じゃじゃーん。初めて初めまして、呉田真希音先生でございます。これはねすごいね、なんか惹かれたんだけど、この帯で惹かれた。27歳高校生、生まれて初めての恋と青春。かわいすぎんか。いや、まずインパクト強いのはこの27歳の高校生ってことだよね、うんうんうん、でこっちですよ、高校生。こっち、こっち黒だよ。でこの子マジでいい子なの。この子さ、長男でね。で、弟が何人かいるのよ。で、弟たちのためにいろいろ我慢してきた子なのね。だから高校も行けてない。だけど弟たちのために、まあいろいろ働いたりしてたわけよ。なんだけど、まあみんなが成長して、やっと自分の時間に余裕が持てるようになったわけ。うん、で、この、ほら、父を亡くし、5人兄弟の長男として働いてきたトキ、あ、トキくんだ。母の再婚を機に、自分の人生を幸せに生きてほしいという家庭の願いに応えるため、27歳で通信制高校に入学した。そこで出会ったのは、弟の友人で元子役の俳優、タカラ。スキンシップが多くて、世話焼きなタカラとお兄ちゃんでなくていい時間を過ごすうちに、時には友達以上の感情が芽生えてきて、芽生えて、てん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 、みたいな。だからマジでこれ本当にナチュラルです。本当になんかもう、ぴょっ、ぴょっぴょ、もう羽が生えちゃうぐらいピュアだよ、これ。パラパラって見てもなかったもん。うん、そうそう、なかったなかった。こ、いや、だから、どうなんだろう。私的に、いや、もちろん、この先、じゃあ、続編が出たとしてね、うん、エロがあったらめっちゃ嬉しいけど、別になくてもいい作品。あ、確かに。うん。マジ癒される。なんかこれもね、トキくん、本当に可愛い。めっちゃいい子、ポワポワしてて。うん、だけど、面倒見いいから、そこにぐっと持ってかれちゃう宝くんなんです。で、多分、まあ、受けがトキくんかな、そういう描写ないけど、攻めがトキだったらもう怖いわ。怖いわ。わかんないよ。わかんないよ。共演するかもね。まあ、だからさ、そういうところも、まだね、全然わからないから、まあ、逆に妄想ができてありがたいみたいな。え、それ一巻完結？いや、ワンチャン来るんじゃない？だって、あれだもんね。続きあると思うよ。終わり方が。あ、ほら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 。あれ？ん？15冊目にもなって、こんな初々しいカップルを描くとは思いませんでした。きっと物足りないと思うので、たくさん売れてシーズン2、恋人編が描けるように願ったり、お友達におすすめしていただけたら嬉しいですということなので、皆さん買って。私これ10番されてから買ったからちょっと後悔したんだよね。緊急10番でございます。うん、出ると思う。これはマジでいいよ。これは本当に BL 初心者、もうエロ苦手だけど、でもちょっと BL 興味あるっていう人にめっちゃおすすめな BL だと思う。これいいよ。だから、その恋人編がさ、ポワポワで来るのか、でも、わかんない。私この、牧根先生の他の作品を読んだことがないから、どういうエロを書かれる方かわからないから、あれ何も言えないけど、いや、これでこの二人のエロが来たら私はもうぶっ倒れるぜ。っていうような作品なんです。はい、エロ度。1だよ。1もないよね。うん、エロないの。本当にエロない。ということで、モザイクもね、ないんです。なので、本当に BL 初心者だよっていう人に読んでほしいなって思う。本当にでもこれ、上級者でも全然いける。うんうんうん、普通にもう、あー、癒されー、みたいな。なんなら、エロ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 読んできて、たまに、もう、くどくなる時があるの、感情が。うんうん。物を見すぎてかわかんないけど。で、それの時に、味変だよね。そうだね。味変で、読んだ時に、あ、すっごい幸福を感じるような作品だと思う。お試しあれ。はい、続きまして、じゃじゃん。こちらです。月は満ち欠け、獣の恋。野次郎グリ先生の作品でございます。これもね、私がインスタでおすすめの BL を逆に聞いた時があって、なんかおすすめの BL ないですかって、私がねインスタの方でフォロワーさんに聞いたら、この作品を上げてる方が 2,3 人いらっしゃって、で調べた時に見て、耳生えてんの。おーあと思うそうなのよ。それを連想させて思わず買ってしまった作品なんだけど、これも私ねポロリしたな。これもね、ポロリ作品。これは、ファンタジーだし、刹那ピヨ。私、
私は耳が受けだと、うん、耳が攻めなんですね。都会での生活に疲れ田舎の山に越してきた伊月、あ、伊月がこの黒髪ですね。そこは昔から妖怪が出ると言われている場所だった。この子の名前はハグで、こっちが受けでこっちが攻めかな。ファンタジー好きな人はね、好きだと思うし、あのハッピーエンなんだけど切ない作品が好きな、しんみりくるような作品で、これはね、なんかね、依存するね。あ、うん、でもね、これもね、私読んでていきなりって感じだった。一つ目の声が出た感想はね、なんかこうね、途中まで幸せに暮らしてるの、本当にポワポワで、ね、楽しそうに暮らすんだけど、ある日突然その問題は起こってですね、やっぱりその妖怪だから、それなりに妖怪に、妖怪の作品ってさ、なんか絶対あるじゃん。巴にもあるじゃん。そんな感じがあるのよ。で、それをどうね、二人で乗り越えていくかっていう、作品で、これ、いいよ。これ、しかもね、程よくエロいんだよね。これ泣いたな。一人夜泣いて泣いた。で、このハクがね、可愛いんですよ。あ、泣いちゃう、私。あ、でもなんかエロいな。今もこう見ると結構エロいぞ。ちょっとエロ度を確認してもらいます。お願いします。はい。かっこいいな。さまずいていた。美女よくない？うん。それポロリすんだよね。急に、急にだよね。うん、結構エロくない？うん、エロいよね。え、でもそれいいよ。結構ポロリするわ。え、これはだいぶやばいよ。やばい、うん、やばいか。まあ結構エロいよね。それも多分ね、話がメインだなと思ったよ、私的に。うん、まあ、私的にだから、あなたの評価はまた違うかもね。え、これでお前は私の主だ。エロドはね、でも最初だけだね。うん、あー、むず、あ、ダメだ、また来また来た。BL は大体最後にも来るのよ。最後、結ばれて、そのカップルのあれをするんよ。カップルでね、カップルになってからのするんよ。爪かわいい。エロ度4です。でも少ないかも。うん。その、いたしてるシーンはね、少ないかも。だけど、モザイクはね、ないです、ほぼ。ほんと、極細の刻みのりって感じ。で、ちょっと、うん。ないかなぁ。リアルだ。はい。ってな感じです。もうちょっと、巻いていかないと全然もうなんか、話が落ち着かねえな。はい、次。同じ先生です。なので、一気にボンボンっていっちゃう。せーの。こちら、エッチなお尻じゃダメですかと、猫とスピカ、鳩谷玉先生の作品でございます。これはね、私めっちゃ好き。まずね、これはね、おじさんのスパダリ、社長なわけ。で、この愛ちゃんのね、キュルキュルの顔がね、もうたまらんの。見てください。このキュルキュルの顔。これが本当に私、本当に好きなの。あんまり可愛いとおじさんちょっと困っちゃうっていうのが帯にございます。これ本当に可愛い。もうこれね、説明別にいらない。マジ可愛い。本当に可愛い。一番可愛いなって思うのが、ベビ化されてる愛ちゃんがマジで可愛いの。本当にこれ可愛い。もう一番私が持ってる作品で一番可愛いって代表作で挙げられる。で、そして読んでほしい。今全4巻かなあります。これはね、奥美さんの出来合いがあるし、愛ちゃん、こう見えて愛ちゃんめちゃめちゃツンツンなの。ツンツンなんだけど、奥美さんやっぱり好きだから、奥美さんのためになんかしたいなとか、常日頃思ってるね、愛ちゃんでございまして。だけど、そんな愛ちゃんもね、まあ、愛しいって思う奥美さんもいるし、そんな、逆に愛しいから、愛ちゃん何もしなくていいよ、みたいな。全部俺がやるよっていうスパダリをかますんですね。おじさんがいける人はもうぜひ読んでほしい。もう、ほんとでもおじさん感言うてないよ。カレー臭しないだろっていう顔してる。ね。全然わかって、話わかってない。うんっつってる。え、これ読んだやつ？え、読んだっけ？読んだ？うんうん。試し読みしろって。言われた？うん、めっちゃ前じゃない？うん、結構前かも。なんかもうあの世に行ってたの私。あ、寝てた？いや、でも、読んで、もう一回。え？
あのほら中身確認の時。ああ。オッケーオッケー。狭間にいるからずっと。眠さの狭間にいる？うん。オッケー。じゃあ次ね、こっち。猫とスピカでございます。これ聞いたことある。嘘。これも私が多分言ったんじゃない？おぉ起き上がってきた起き上がってきたぜ。どっちかな。これは、これ、どうなんだこれ。これはね、だいぶね、エロいよね。これエッチだよ、ね。エロいというよりエッチだよね。うん、ねエッチの方が合う。だし、なんか体格差がね、怪しい。あ、怪しいな。確かに怪しい。これちょっと犯罪かっていうぐらい可愛すぎるよね、受けが。で、これクロちゃんの正体を言ってしまうと完全ネタバレになるので、クロちゃん、うん、伏せるんだけども、これも愛ちゃんと同様めちゃめちゃ可愛い受けなんだけど、これのね、あ、これのね受けは可愛いの、めっちゃ可愛いの、可愛いんだけど、ちょっとね、クロちゃんの方がちょっと落ち着きあるかな、おとなしい感じ、おとなしくて、なんだろう、冷静に突っ込むタイプの感じで、アイちゃんはもう本当にツン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 で、たまに別にいいけどみたいな感じでツンデレを出すでもアイちゃん違う、クロちゃんは何々ですみたいな、あれタラちゃんかなみたいな感じ、敬語なんよクロちゃんは。でも、あ、うん、そうだね、クロちゃんはめちゃめちゃねストレートに甘えてくる感じかな。幸せですとか言うのめっちゃ可愛いな。幸せっつって。早くコウタ帰ってこないかなとか、今日はコウタもきっと褒めてくれますねとか、甘え上手かな、めちゃめちゃクロちゃんは。アイちゃんはその分、ツンツンしてるんだけども、でも結局奥見さん大好きだから、曲、甘いんです。で、奥見さんは逆に奥見さんがめちゃめちゃ甘やかす。めっちゃ出来合いだと思う。でもこれマジで読んでほしい。もうマジで。玉先生の作品、ほんと可愛い。私、なんか、BL ね、まあ、結構読んでるし、全部の作品のグッズを手に出しちゃうと、まあ、本当に破産するから、もうマジで決めてるの。鳩谷玉先生も新たに追加されたんですね。これを読んでから。本当に可愛い、本当に可愛い、これ本当に可愛さを求める人はマジ読んでほしい。これ私の性癖だと思う。可愛い男の子がうるうる泣く、私これ性癖あ、寝てるぞ、寝てるぞ。あ、じゃあエロ度だけでパラパラ見てもらおう。やっぱ読んだよねこれ。うん、多分読んでると思う。読んだ読んだ。でも一巻全部丸々は読んでないんじゃない。そうだね、試し読みか、うん、あ、でも、うん、なんだろうね、エロいっていうかエッチだよね、表現エッチの方じゃない。うん、も文字で訴えようとしてる、うん、どういうだからまあそれぐらい描写はナチュラルだよね、うんうん、猫とスピカ。でもそのエッチのお尻じゃダメですかは割とオープンだと思う。だって題名がもうエッチなわけじゃん、うんうん、でもエロではないんだよ、エッチなんだよ。何を言ってるんじゃ、今何時？1時20分。なんかね、あれだね、そんなほら、隠し方の話してるじゃん。うんうん。これは、あれだよ。これが例えば真っ白だったら、ファンなの。なるほどね。でも白抜きってことね。しっかりとやって。出てるか。これほら、真っ白だ。ああ、白抜きだね。これはファンだと。ファン。ちゃんと描写はしっかりあるということを、うん、ご理解の上。購入よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。誰だよ。はい、ってことで。ケツが4。うん、ケツが4。こっちが3。うん。まあでもちゃんと描写はある。描写はある。そう。描写はあります。で、モザイクの種類がこっちが刻み塗りだったかな。あとあれだよ。うん、あの、顔がさ、うん、真っ赤っかになって、うん、なんかもう、濁音みたいなのつくのあるじゃん、うん、あれはもうアウト。なるほどね。それは多分少ない方だと思う。これ、うん、なんかあれだよね、だからさ、その効果音とかも大事じゃん、うん、もうマジエロ本って感じのさ効果音や。それだけなんかどれかさ、うん、もう、あ、これそれね、うわ、顔真っ赤っかだよ。なるほど、だから顔のね、赤さもね
大事大事大事。エロさに入ると、うん、初心者が言うにはそう言ってます。ってことでこっち4、こっち3、種類はこっちがこれ刻み海苔、こっちがこれはあれだね、白抜き周りボケのやつ。え、どれ？こっち猫とスピカ。私さ、ホタルタイプのモザイク見たことないんだよね。そう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 、あれやばいよね。うん、あれなんだろう、みんなでレーザーポイント当ててんのか。はい、次行こう。もうマジさっさか行こう。はい、次。これ、またこれも語っちゃうよ、私。はい。こちらです。素人だけどありですか？アキラロジ先生でございます。私ね、これね、これスピンオフなの。これ自体が。スピンオフで、これがね、オリジナルというか、この一個前の前作なんだけど、これのスピンオフです。で、これは素人なのにはめられましたなんですけども、私この存在を知らずに、これを買ったんです。もう美女が良くって。で、この帯にやられた、やばいのんけ爪っていう。見て、今世紀最大やばいのんけ攻め、平凡素人リーマン×人気 AV 猫男優爆弾って書いてます。これ本当にこれ私めっちゃ好き。これね、多分私が BL 読み始めて初めての多分のんけなんだよ。そののんけすら私分かってなかったの、 BL 読むまで。のんけってなんだよって思いながら、これね、ガチ沼。これいい。もう、キャーって言ってしまう。で、もちろんこれスピンオフだから、この前作を読んだ方が、その関係性とかは分かりやすいんだけど、全然これを読まなくても、私はそれで読んできたから、それでめちゃめちゃ湧いたから、全然読める。これだけでも読める。だけど、これを読んだら、やっぱりこっちも読みたくなるよねっていう、やっぱりなるね。なんだけど、これ、ほんとこれ、こいつがのんけなの？これ、レン君ね。人気声優、声優じゃない、人気男優のレン君ですよ。三橋という。こやつ鮮明で、こやつ受けで、ですね。で、マジで、なんか、この、レンがね、結構マジで、感じ悪いツンツンなの。マジで。マウントを取りながら、こう、煽ってくるような感じ？三橋を煽るんよ。まず、その、やっぱりその、人気男優の、こう、プライドがあるわけ。めっちゃプライド高い男。だから、そんなんで女抱けんの？みたいな感じでめっちゃ煽るよ、三橋のこと。で、そこでですよ。三橋が、これになるんです。じゃあいいよ、お前のこと今から抱いてやるよっていうのを、これ、この顔で、この、これ、お望み通り抱いてやるよっていうわけ。はあ、もうこれは、もうこれ、のんけ攻め好きな人は読んでほしいな。これ本当にやばいよ。で、のんけ好きな友達がいるんだけど、その子にね、教えてあげたらめっちゃ湧いてた。めっちゃ好きっつってた。だから本当に、マジでいい。もう、ってなる。もう、こっちが湧く。めちゃめちゃ湧く。教えてくれるんだろ？お前の抱き方。KO です。これは KO されちゃいます。これマジでいいよ。で、私、実際ね、アキラロジ先生と、あれ、即売会でお会いして、もうこの熱量をね、お伝えしたんです。もうちゃんとね、ここやばかったです。ここっつって。まあ、マジ言った。ここやばかったですっつって。いきなり、初めましてなのに。もうなんか、そんぐらいやばい作品で、めちゃめちゃね、このロッジ先生もめちゃめちゃいい方でね、とてもね、本当にね、こんないい人が書かれてる作品ならそれいいに決まってんだよっていう感じ。マジで。本当に。もう、本当にいいよ。マジで。本当に、なんかいきなり BL を買いたくなった衝動がね、たまに来るわけ。で、今これ紹介したら本当にもうキリないから、紹介しないけど、まあ、とりあえず、絵柄は見せる。これも買ったんだね。これ。お前の方が可愛いくせにという、なんというツンツンなタイトルでございましょう。ツンデレなタイトル。これね。あ、やばい。乳首。さっきから乳首。どうだった？あ、乳首出てないんじゃない？これはね、ガテン系の二人なんよ。このムキムキ男子が、まさかの、まさかの、なん、でやーみたいな。これ、放送しないよ、ここカットするけど。これ、なんよ。落ちたー
アキラロジ先生読んでほしいな。マジで沼だぜ。いける？絶対寝てたでしょ今。マジ狭間にいるよ。はい。狭間目真っ赤。やばい、あと5冊あるけどもういいか、寝るか。それエロいと思う。だって話が AV 男優だもん。これはこういうの。あー、感じてる顔ね。まあ言うてあと4作品か、撮っちゃう？うん、いける？いけるよ。はい、もう一回倒れるから。はい、判定出ました。エロ度5ですね。私別に5だとは思わないけど、描写がね。うん、読んでもいいな。読んでもいいよね。だってさ、ガチの5はさ、あれだぜ。あれだね。うん。誰も負けないよ。うん。これ私的に4だと思う。エロいよ。ちゃんとエロいんだけど、あの秒、あの他のね作品、他作品と比べてしまうと4だと思う。他作品がやりすぎなところもあるんだけどね。私的に4。モザイクの種類何だったっけな。ぐしゃぐしゃタイプです。なのでエティーです。はい。次いきます。これ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 。これじゃじゃーん。甘くて熱くて息もできないハチス先生です。これはね、私が虎の部屋でこのアクキーを交換したのよ。でずっと知ってたん、この美術、この表紙を知ってたんだけど、なんか買うタイミングが全然なくって、でもこの間即売会でね、ジェニワでハチスさんが出るというのを知って、あ、じゃあ読まなきゃ、ここだタイミングと思って買ったんですよ。これめっちゃいいよ。このアヤトが可愛すぎる。私アヤトめっちゃ好きで、あの美容師を目指してる美容学生のアヤトとリオなんだけども、このアヤトがね、匂いに敏感なわけ。めちゃめちゃ敏感で、全部の匂いがちょっと本当にきつく感じてしまう。だから体調を崩してしまいがちなんだけど、一人めっちゃいい匂いって感じた方がいらっしゃる。それがこのリオなんですね。匂いから始まる沼のラブ。はじめは強引にエッチなことばかりされていたけど、さりげない優しさや真面目な一面を知りっていうね。これあやと、これだから泣くんだよね私。泣く男の子性癖なんだわ。可愛く泣く子めっちゃ好き。あのね、このね、あやとのね、垂れ目がめっちゃいいんですね。これ読んでほしいな。これでも結構前の作品じゃない？2021年割と前ですね。で今2巻まで出てます。2回目で起きるんだね。1回目は寝てんだね。まだ平気？だって多分お酒飲んだから余計じゃない？多分。だから平均が多分4だよね。BL の平均が4だわ。確かにそうかもね。1巻でいたすじゃん。うん、いたすね。それがない BL はなかなかレアじゃん。まああるよ、もちろん。あ、ギブンとかね。あ、やし、さっきのも、うん、うんうん、4です。もうほんとなんかごめん、評価がそんなに変わらないんだけど、描写で見てるから内容じゃないよ。うん、内容じゃない。エロの描写は4です。で、モザイクの種類はですね、刻みのりなんだけど、あのボケてる刻みのり、ちょっとねボケがかかってる刻みのりです。ぜひお試しあれ。はい、次これはもうドエロいんじゃないか。はい、ロストバージンです。これも、え、名前がロストバージン、うん、確かに分厚いめっちゃ分厚い。あのね、クパはみんな分厚いんだよね。これもね、スピンオフなわけよ。このスピンオフ、まあこれからでも別に読めるけど、ちょっとね、関係性がね、ややこしくって、兄弟が出てくるし、学校の先輩後輩も出てくる。その4人で大体こう、構成されてる作品なんだけど、あ、ややこしいわ、ややこしい。あ、こっちから読んだ方がいいかな。でもめっちゃこれ好き。このカップルめっちゃ好き。これはですね、こっちがオカマなんですね。お姉タレント、お姉をしてるんだけども、オフになったらもう男なわけ。バリバリの男なわけ。もうオスで、なんて言うんだろう。そしてスパダリ。バーチクススパダリの、でもいいよこれ。
これね、おすすめしてもらったんだけど、榎本。これ、チョーコっていう。榎本はめちゃくそツンです。アホみたいにツンなんだけど、このチョーコの、チョーコっつんだけど、男のバージョンの名前なんだっけ？ま、このチョーコの前になるとクソホモン泣いてしまったり、可愛い姿が見れるよっていう。これほんと、これどエロいんじゃないか。これ私的に結構どエロいぞ。今の。うん。ちょっと見てみて。これ多分、出るよ。え、これあれじゃない？読ませた？あ、もうダメだよ。はい。エロ度5。初ですね。これもぐしゃぐしゃタイプですね。私めっちゃぐしゃぐしゃ好きなんだよね。ぐしゃぐしゃーで来ると、うおーってなる。はい、次行こう。続きまして、こちら、アニマさんはオメガになりたい。藤田カフェコ先生の作品でございます。これはね、私が持ってる中で、初めて、子供がいる作品は初めてだね。でもまあ、このアニマさん、この受けなんだけど、アニマさんすごい特殊な体質なわけ。アルファなんだけど、子宮を持つアルファなの。オメガって、わかんないかもしれないけど、説明するね。オメガとアルファがいるの、このオメガバっつうんだけど。アルファは、簡単に言ってしまえば攻めだよね。で、オメガは受けなわけよ。オメガは男でも子宮を持ってる体質なの。なんだけど、アリマさんの場合、アルファなんだけど、攻めなんだけど、子宮を持ってるから、受けにもいけるの。だから特殊体質な、ここ二人、アルファ同士ですよ。なんだけど、子宮を持ってるから、その、ヒートとかね、来るわけ。これエロいよ。これエロいよ。これはね、エロいよ。いや、これは多分2巻の方がエロさ増すな。ヒート来た時の、アリマさんやばい。じゃあ、ちょっと1巻のエロさじゃなくて、ちょっと2巻のエロさで、ちょっとお友達に、あれしてみようかな。その世界線は男が子供を産める体質なんよ。ヒートっていうやつが来た時がエロい。まあ、簡単に言ってしまえば女の子で言うプリンセスデーですね。フェロモン出しまくりみたいな。あ、すぐ帰ってきた。こちらは5です。じゃあ、1巻は4かな。うん。でもエロさがね、5でね、すごい出てくる。ということで、2巻完結かな。どうなんだろう。今のところ2巻しか出てない作品です。これいいよ。子供ありきの BL 読みたいよって方はおすすめかな。はい。最後。ダダーン。双子と先生。これはね、沼だよ。双子なんだけど、ルリとスイかな。アリア兄弟と呼ばれる双子の高校生、アリアルイとアリアスイ。弟の方がちょっと可愛い系だね。で、兄の方はやっぱりちょっと、弟よりはこうクールな感じ。これ、この二人の通ってる高校の教師ですよ。もうそりゃいけねえよ。空き教室とかでいけないことやっちゃうんだから。沼ですよ。沼。で、先生が受け。この二人が基本もう攻めに入るんだけど、ここの二人になったら、またその二人の中での攻め受けがあるわけ。で、その二人になった時もちょっと燃えるわけ。そんで、私これツイッターで読んだのかな。私、先生のね、ツイッター。未だにツイッターって言っててごめん。先生のツイッターで読んだのかな。なんかね、結構ね、ショート漫画を、アップしてくださるんだけど、この先生がね、酔ったら、こやつが次攻めになるの。こっち食い散らかすの。それ。こんなになってしまうよ。これは、結構 3P 読むと、なんか片方やっぱりさ、報われない感じで切ないみたいな。言ってる方も、まあ、思ってる方もいらっしゃると思うんだけど、これはもう、そんなことももう考えられないぐらいお互いに沼ってるし、そしてね、もういいんだと思う。双子だからこそのなんか許しがあると思う、多分。信頼というかね。これいいよ。これ私好きだなと思う。あと先生のね、ツイッターもぜひフォローして、みんなしてほしいんだけど、先生、この、鍵の種先生はね、よくね、ショート漫画をアップしてくださるので、番外編みたいな感覚で、すごい見られます。いい情報とか得られるよ。ということで、こちら以上になりたい。あ、待って。エロさ。あ、最後。あ、寝た。ついに寝た。あ、来た。最後。飲んでいい？これ。どうぞ。待って、コンタクト取った？うん。危な。絶対そのまま寝る。いや、大丈夫。そこは。水飲めば。めっちゃ顔良くない？
私さ、まつげ長い男好きなんだよね。でもそんなにそこまでエロではないと思うんだけど。はい、出ました。3です。やってることはエロいよ。うん、やってることはエロいんだけど、でもあの先生が乗っけてるやつはあのね、むっつりなエロい感じがする。あ、でもまあしっかりいたしてるよ、いたしてるんだけど、うん、でもエロいと思うけどな、私的に。まあ、3か4かなってな感じ。ぜひ買ってねっていうことで、長々、もうマジこれ編集大変じゃない？こちらの作品を紹介してきました。じゃじゃーん、どうでしたか？結構見応えある動画になったと思う。こんな感じで終了したいと思います。結局何個？2、4、6、12冊やってる？あ、びっくりした、11冊ですね。まあだけど本当に私これあのいろんな評価を込めてこの10作を選びました。もう本当私的にあぶっさーっと刺さった作品がこちらですということで、最後まで見ていただきありがとうございました。長々となってしまいましたが、最後まで見ていただけてとても嬉しいでございます。この動画がねいつアップされるかわかんないですけども、なるべく早く、編集してアップしたいと思います。リクエストしてくださった方ありがとうございました。そしてね、おすすめ漫画見たいって結構ね他の方もねいらっしゃったから、まあ、ちょっと遅い形になってしまったけど、こうやって動画を残せたことに私は嬉しいでございます。これからもリクエストとかね募集してるのでぜひお待ちしております。ちょっと時間かかっちゃうかもしれないけど、ということで、この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもねお待ちしてますし、これ読んだよとかそういう感想も嬉しいです。ということでバイバーイ、また元気で会いましょう。特別出演してくださったお友持ちもありがとうございます。そのね評価がね参考になったらとても嬉しいなと思います。じゃあねー、バイバーイ、ラブ。